N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、デストロイ号君臨、桃太郎の街を取り戻せ in 岡山市です。岡山市内に設置された目的地27カ所をめぐり、 QR コードを読み込むスタンプラリー、クリアして指定のツイートをするとオリジナルグッズをプレゼントです。それでは烈さん、解説お願いします。はい、桃太郎電鉄のある岡山県と桃太郎電鉄のコラボスタンプラリーということで、まあ、桃鉄といえば貧乏神、ミニボンビーになったりキングボンビーになったり、まあ、一喜一憂してたのが結構懐かしいわけですけども、最近の作品ではキングボンビーデストロイ号っていう、こう自身の物件とかお金を破壊するだけじゃなくて他のプレイヤーの物件までも破壊して回るみたいな、とんでもないものに変身してたりするらしいんですよ。でそんなキングボンビーデストロイ号が岡山市内のラッピング路面電車として、このモモっていうのがキングボンビーデストロイ号になって市内を走っているというところで、プラスして岡山市内を巡るリアル桃鉄にも参加できたりするということですね。でそのリアル桃鉄ってどういうことよと見ていくとですね、まあ、言ってしまえばスタンプラリーの進化版ですね。岡山県に貧乏神が取り付いてしまったよというストーリーのもと、スマートフォン持って貧乏神を退散させるために岡山市内を巡るっていうような流れになっていて、そこに桃鉄がどう出てくるかっていうと、サイト上でサイコロを振って指定された目的地が出てくると。で目的地に行くと QR コードがある、まあ、これ桃鉄ならではの特性ですよね。そこにクイズがあって、クイズに正解するとボンビーを退散できると、まあ、これは桃鉄のストーリー的なところのラインですね。でさらに決算がある、岡山城で決算すると。でこれ何、どういうことかっていうと、その貧乏神を退散させるときに資金をもらうことができるというところですね。なのでその資金を集めてって最後決算でいくら資産を稼げてるかっていうところを見せられると。まあなんか決算っていうのが結構桃鉄っぽいですよね。子供ながらその決算ってどういうことなんだろうって思ってはいたものの、その1年間の総まとめみたいな感じで考えてたんですけど、まあ大人になると会社経営とかすると決算って面倒だなっていう感じになりますが、まあこの決算があるわけです。で27箇所巡って退散させた後、指定ツイートをツイッターで投稿すると抽選となるプレゼントキャンペーンも行われていると。でじゃあちょっと軽くだけ見ていきましょうか。参加者登録しました。そうするとゴールの岡山城を目指そうみたいな桃鉄っぽいストーリーと、サイコロを転がすことができて、転がすと目的地をちゃんと作ってくると、まあ、この辺の桃鉄をやりながらスタンプラリーを巡っていくというスタンプラリー強化版、面白そうです。まあ、2022年夏はイベントがたくさんありますよね。やっぱこうリアルイベントにうまくデジタルを活用してスタンプラリーを拡張していると、まあいわゆるオンライン to オフライン O2O が非常にうまい事例だと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。